皆さんこんにちは。覚えてらっしゃいますか？ね、去年の11月に仕込んだお味噌です。手作りお味噌です。5月ぐらいまで、外に出してね、亀の中に発酵させてたんですけど、さすがにこの梅雨とこの暑さで、かびてしまって、もう大変なことになっちゃったので、大きめのタッパーに入れて、冷蔵庫でゆっくりと発酵させています。で、先日味噌汁を作ったんですけれど、結構まったりといい味に仕上がっていますので、今日は、このお味噌で、これを、よいしょ、これを食べてみたいと思います。まず、お味噌だけ、このお味噌だけで食べてみます。そしてもう一つは、このお味噌に、よいしょ、このお味噌にマヨネーズをちょっと加えて、アクセントにしたいと思います。これをマヨネーズと味噌で和えて、七味入れても美味しいですよね。まあここはまたいろいろとこれからアレンジして食べていきたいと思いますが、とりあえず、できたお味噌だけで大根をいただきたいと思います。美味しいかな。うん、あ、だいぶ味がまろやかになってきましたね。ちょうど亀から移した時は結構塩っ辛かったんですけれど、まろやかになってきました。うん、おいしい。で、今度マヨネーズの入った、お味噌で人参をいただきます。うん、あ、これもいけますね。うん、おいしい。いくらでもいけますね。きゅうりいっちゃいます。うん、おいしい。味噌だけでも十分おいしいです。うんうん、うん、いけますね。これ完全に出来上がるのは今年の秋ぐらいになりますので、もうちょっと冷蔵庫で発酵させていこうと思います。うまくできました。手作り味噌、それではまた。